忍びの物語は母が復活するための物語だ。飴玉はないが紙芝居の始まりだ。あれを見ろ、光ってる。怪しいぞ。なんだあれは。星か。用心しろ。女、この者が天からやってきたと申すのか。名を何と申す。答えるか。わらわの名はかぐや。真珠を見守る者。あの木は数千年前に忽然と生えて見る間に大木になったとか。それもいつか。天智殿は天女を目かけにしたとか。何とも言えぬ神秘的な美しさを持つ美女とお聞きしたが、私も見てみたいものだ。かぐやは何をしておる。かぐや様は毎日ああやって空を見上げておいでです。まるでどなたかがご自分をお迎えにいらっしゃるかのように。ずっと夜風に吹かれていたのでは寒かろう。真っ黒な空間にあのような美しい光が浮かんでいるなんて、あれは一体何なのだろう。私もいつかそこに行くことができるのだろうか。誰かを待っているのか。たとえそうであってもいい。お前が寂しくなって空を見上げるときには、私はいつも隣にいることにしよう。わらわが望むのは争いのない平和。天智様、国境ではかの国の者たちによる悪さがますます激しくなっております。すでに民の怒りは限界かと。かの国とは和平交渉を進めるのだ。かの国の者に手を出した者は我が名のもとに死罪とする。なんと。天智様、天智様。何事だ、こんな夜中に。国境にかの国の大軍勢が。何。急いで身を隠す準備を。はい。心配するな、すぐに戻ってこられる。かぐやとやらはその国の都を離れたか。これはこの女を手に入れる好機だ。女一人、その時で良いではないか。私もお供します。このお方を天智様のご側室と知っての無礼か。噂通りの美貌だな。それに気品がある。今からは私のものだ。かぐや様。この状況でも臆さぬか。妖艶な正体は化け物であったか。他の国の者に手を出した者は即刻死罪という命を出してある。ならばかぐやを死罪にしてもらいたい。我が部下を殺し、私も殺そうとしたのだ。本当なのか。かぐやの首なくして戦は止められませんぞ。その姿大丈夫か。かぐやという女、とんだもののけよ。化け物退治は奴らに任せ。かぐやが。司祭はどうあれ、朱雀殿を手にかけようとしたことは確かなようですな。差し出さなければ戦は回避できまい。致し方あるまい。これはその国のドグノです。わらわの運命は真珠と共に。かぐや様。力が。かぐや様、もしやお腹にやや子が。ここは私が。待って、かぐや様のお腹には。愛の天地。こ
この世を照らせ無限つくよみ。かぐや、お前は一体何者なのだ。この地はわらわが治める。わらわの子たちと共に、そして人間を愛そうとした。だがその希望は奪われ、自らの子を守るために真珠の実を口にした。それが羽衣と羽村だ。母上はああして毎日空を見上げているが、一体何を見ているのだろう。私たちには何も語ってくれないからな。ねえ羽衣、羽村、ちょっと来て。どうした羽織。待てよ、どうしたんだ。どうもこうもこいつが水を全部取っちまうからよ。俺が急に川の流れが弱くなってよ。上流で何かあったのか。上流を見に行くにも、この山にはどでかい熊がうろうろしてて。気をつけてね羽衣。大丈夫だ、行くぞ羽村。こいつが川の流れを塞いでたのか。だけどこの岩はどっから来たんだ。前に来た時にはなかったよ。これはわしが置いたのじゃ。おい、私の頭がおかしいのか。別にお前たちの頭はどうにもなっとらん。ちゃんとわしが話してるんじゃ。誰も隠れてない。腹話術じゃないみたいだ。捕まえて帰ったらみんな喜ぶかな。バカ者、貴様ら程度に捕まるわしではない。ちょうどいい、わしの強さを自慢してやる。わしの名前はガママル。お前たちは羽衣と羽村じゃな。二人ともちょっと来い。なんだこんな場所に連れてきて。あれを知っているか。もちろんだ。母上からあの峠には近づくなと言われている。全員の掟だ。真珠は大地の力を吸い取り続けている。あれがある限りこの大地は弱り続ける。真実を知りたかったら峠の向こうを見てみるんじゃな。じゃあどうした。おいらは旅の薬売りだ。この辺で商売しようと思ってかぐや様の許可をもらいに来たのよ。最近は多いな。参ったな。人の商売道具に何しやがる。ただの雑草にカビの生えた木の実。さてはお前、ペテンの薬売りだな。行く。いいからとっとと出て行け。痛い目に遭いたくなきゃな。真珠か。もしかけらでも持って帰ればさぞお高く。お前に聞きたいことがある。ふざけるな。何も教えてやるものか。答えてくれれば腰を治してやる。おお、本当に治ってる。で、私の質問に答えてくれるか。へい、何でも。あの峠の向こうは見たことがあるか。あ、いえ、それはないですが。そこでの母上の噂はどんなだ。実はかぐや様が行っている真珠へのしきたりに反対して、かぐや様はかの国の連中を全滅させているとか。行け、もう戻ってくるな。その方がお前のためだ。へい。兄者、あのカエルの言ったことが気になるのかい。いや、そういうわけではないが。羽衣、羽村。これは私に真珠様へのお使いの知らせが来たの。仕方ないことよ、私のこと忘れないでね。羽織。真珠のしきたりを中止してください。それはならぬ。あのしきたりで真珠に向かった者たちはどうなるのです。お前たちが知る必要はない。兄者、まさか。ああ、私はあの峠に登ろうと思う。それは覚悟の上だ。兄者。羽織、羽織、起きろ羽織。これが真珠のしきたりの正体。
どうやら行ったようじゃな。あの峠の向こうに。わしについてこい。なんだ、不思議な力を感じる。ここは戦力と呼ばれる自然パワーが満ちておる。これは記憶意志と呼ばれるものじゃ。地上に起きたあらゆることを記録している石じゃ。その昔、あの木は空から降ってきた。あの運命は人間に翻弄され、そして人間の敵に回った。一部の人間は人間を絶やさぬために記憶を抜かれ元に戻されたようじゃがな。遠い空からやってきたことと関係しているのかもしれん。あの真珠が生えてから明らかに大地の自然エネルギーは減少しているということじゃ。母上と話をする必要があるな。わしも素直に話を聞いてくれる相手とは思えない。私に戦力の使い方を教えてくれないか。かぐやの力を強く受け継いだお前が戦力を習得すれば確かに対抗できるかもしれぬ。戦力を得得したお前が母親と同じにならない保証があるか。母上と我々が戦うことを最初から予測していたはずだ。お前、人間のくせに鋭いな。わしはお前たちがかぐやと戦う夢を見た。その結果は。そこまでは見ていないはずだ。見ていたらビビりなどしない。自然エネルギーを感じて、それを自分の中に取り込め。羽衣め、あっという間に戦力を習得しとる。羽衣はどうしたのです？兄者はまだ村を見回りに行ったまま。わらわに隠し事は無駄だ。どうやら戦力を習得できたようだな。